チャンネルのショーです。今回の動画はですね、2つ皆さんにお伝えしたいことがあります。まず1つ目なんですけど、オープニングを変えようかと思いまして、今回から新しいのにしました。どんな風にしようかと思ったんですけど、いろんな YouTuber の方で自分を二等身のキャラクターにしてこう書いてあるイラストっていうのが多いなと思ったんですよ。まあ特に自分が見てるのなんかはそうだったんで、前々からそれは俺もしたいなと思ってたから、それをちょっと探しまして作らせてもらったのがこちらのえっと走るチビキャラメーカーっていうところでちょっと作らせてもらいました。5人キャラクターを作ったんですけど、まあ正直言うと作ってもらったんですけど、人に頼んで普通1人は俺をちょっと作ってくれって頼んで、あと4人は好きなのいいよって言って作ってもらったんですけど、 YouTube のチャンネルアートもそれに今回から変えてます。2つ目なんですけど、撮影を協力してくれる人が欲しいなと思いまして、友達とかに手伝ってもらってるんですけど、タイミングが合えばいいんですけど、なかなか難しくて、手伝ってもいいよっていう人がいればお願いしたいなと思います。一緒に出てくれる人もいれば嬉しいし、まあカメラ撮ってくれる人がいても嬉しいし、まあ両方ともちょっとダメなんだけど、ただ応援はするよっていうだけでも嬉しいんですけど、情報を提供してくれる人がいてもいいかなって、まあまあちょっとどの目線で言ってるんだよって話なんですけど、今こんなことやってるから行ってみたらとか、あそこのお店美味しかったよとかあれば、そこに行ってみたいなと思いますので、ぜひぜひ動画にコメントで教えてもらったりとか、Twitter とかもやってますんで、こっちの方にも送ってもらえればと思います。今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。